はい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 、ということで2軒目なんでしょうか。はい、こちらでございます。こちらということで、ちなみに現在僕たちですね、こちら新ジャンのですね、はい、これフーレンダーシュエということでの前に来てるんですけど、知ってます？フーレンダーシュエ。いや初めて来ます。あ、本当？はい、あなんかすごい美人が多い早く行きましょう早く行きましょう。嬉しそうな顔してじゃちょっとね、これ2軒目ね、早速見てみたいと思います。こちら、はい、はい、メガトンカツごはん。フーレンダーシュエの裏道ということで、これね、あの聞くところによると、フーレンダーシュエここでお店がもうすぐそこみたいですね。あ、もうすぐなんですね。こちらあのシャオシャンズにあるということなんです。10杯好き？大好きです。でもメガ10杯ですよね、うん、どれぐらい大きいのかちょっと楽しみですね。そうですね、はい、すっごい嬉しそう。はい、もうどんだけ嬉しそう。もう早く食べたいです。もう人生ハッピーみたいな楽しい、そういう感じで、はい、早速ね、行ってみたいと思います。テレテテテレテテテテレテテテテレテテテレテテテテレテテ。ごめんなさい。はい、行きます。こちらのお店はフーレン大学から1分の距離にあるんです。近いですね。お二人とも元気ですね。こちらではとんかつだけでなく、なんとたくさんのお花も販売されているんです。お花屋さんからとんかつ屋さんに転身したことで今の形になったそうなんですよ。すげえ、花売ってるよ。値段もそんな高くないしね。いや、そうですよね。しかもお客さんも多いな。うわー、すごい。ここからはフィッシュフライとメガトンカツをいただきましょう。いやー、本当に大きすぎるでしょう。はい、ということでこちら用意していただきました。すごい、美味しそう。大きさえぐくないですか。めちゃくちゃでかいね。見たことないですもん。だってこれとかさ、もう何これ、もうちょっと、え、も持っていいかな。いいですかね、します。おお、でっか。ほらこれ、うわ、ヤバケンの顔と同じぐらいあるんじゃないの。これどうですか、これ向こうと同じぐらいあるんじゃないですか。ほら、え、全然ちょうどちょうど、ほらすごい、僕の顔より大きいんじゃないですか、これ、しかもちょっと形もちょうどなんかちょっと、はい、そうですね、ちょっといいですか。なんか、ちょうどちょうど、ちょうどちょうど、ガンハンガンハンをねすいません、失礼いたしました。はい、ということで、ね、いただきたいと思うんですけれども、はい、こちらのとんかつですね、赤いお札2枚で、はい、やばい、怖い。あ、ごめんなさい、言っちゃいけないんだよ。あ、価格を言っちゃいけないんだ。あ、まあ2枚で、ね、食べれるんでございます。はい、それでも帰ってくると、そう、それでも帰ってくるんでございますよ。はい、この大きさで、しかもね、マジですか。ここのソースが今日はあのマスタードなんですけれども、あの9種類から選べるということで、ちょっとヤバケンちゃん行っちゃってよ。これちなみにあの豚肉のですね、ロースのお肉を使っているということで、見ても厚みがすごいよ、ほんとに。ちょっと僕も、しかも柔らかいんですよ。柔らかい、ほんとだ、めちゃくちゃ柔らかい。 うわ、見てほら、めちゃくちゃたっぷり。そう、あのほら、正直日本のこういう学生街にあるこういう揚げ物とかって、このとんかつ、ここのとんかつの厚みがめちゃくちゃ分厚かったりするんですよ。いや、本当ですよ ね。もうなんか、トンを食べてるのか、うん、衣を食べてるのか分かんなくなること多いですよね。そういう、心もぎっしりだから。そうなんですよ、すごい。あら、柔らかい、うん、もう形もなんか柔らかそうな形かなと思ったんですけど、やっぱりどうぞどうぞ。でも柔らかいし、上のこのソース、ヤバケンさん、ナイフ気をつけてくださいね。興奮しすぎないで。ちょっと日本のマスタードとちょっと違って、甘みもありつつバクバクいけるような味ですね。でも本当にその言うように、あのマスタードがちょっと甘みがあるのが、うん、あの台湾のほら、蜂蜜マスタードっていうのがある、はいはいはい、チェーン店のさ、はい、あのチキン屋さんのうんうんうんってあるじゃん。あー、うんうんうんです。そう、そこにも台湾だとあるんですけど、はいはいはい、あれのね、ソースの味がしっかりして、はいはいはい、で衣もめちゃくちゃいい香りがする、うん、衣のなんつうの、あのちょっとこう揚げた油のいい香りがして、うん、お肉と一緒にこうサクサクでめちゃくちゃ美味しいですね、本当に。しかも副菜もいっぱいありますもんね。本当にそう、こちらも美味しそうですね。ち
にここのお店なんでこの大きいこのジューパイ作ったかっていうとですね、うん、あのほらプーレンダーシャル大学生キーユーカーの子たちが昔これを食べたの時に2つ1個じゃ足りないから2つ頼んでたらしいんですよ、はいはいはい、でだとするラバンがいやこれじゃかわいそうだろうと、うんうんうん、学生お腹いっぱいにさせてあげたいっていう思いからこの大きいこれを作ったということなんですね。ラバンめちゃめちゃいい人じゃないですか、ここら辺の近くの大学生幸せですね。本当そうですね。続いてこちらのフィッシュフライもメガサイズですね。すごい、ほらヤマケンと同じぐらいの顔の大きさあるよ。うわでかいよ。どうですか、マジででかくない本当に僕の顔より大きくない、ちょっと大きいぐらいな、冗談じゃなくない、これが普通サイズ。これあの魚なんですよ。こんな大きい魚あります？本当にね。こちらはバサ魚のフライ、本当に大きいですね。付け合わせのソースもお店の特製ソースなんですよ。これはタイ式ソースと一緒に食べるっていうのがおすすめみたいなので、あ、じゃあさっぱりいけそうですね。はい、さっぱりいってもらっちゃって、かけます。はい、いやーうわ、すごい美味しそういただきます。もうちょっと綺麗にさ、いけたでしょ。あ、これもね、柔らかい、厚みがすごいね。すごい、これだけでも厚みがあるのに、うん、ここまでサクサクいけるっていうのはすごいなと思って。高橋スパイスね、お先にいただきます。あー、うらやましい、食べたいな。本当だ、すごい柔らかいお肉、うん、おいしい。辛さもピリ辛ぐらいちょうどいいし、酸味でバクバクいけるっていうのと、うん、あの一番はこの魚の厚みがすごい。本当だ、すっごいね、一口ですごい、なんかあの竜宮城に来たのかなみたいなぐらい顔がすごいすごい美味しくて、本当にもうたまんないんですよみたいな、なんかもう力の入り方がね、本当にもうね、視聴者の皆さんに伝えたくて、この美味しさを。これね、生で見ると結構すごい圧力なんですよ眼力っていうの、顔のほらほらすごい近かった、今びっくりした、危なかったわ今、本当に始まるところでした ね本当にすごいです、僕もいただきますうん、本当だ。で、なんかお肉の甘みもすごいあるから、すごいちょうどいいね。そう、うん、食べやすい、食べやすい、食べやすい。え、でも確かにこのクオリティを学生街で、うん、しかも言っちゃったけど、あの赤いお札2万円以下で食べれるって、うん、すごい幸せじゃない。いや、本当にそうですよね、うん、これだけで1日1食でいけちゃうじゃないですか。いや、それは無理よでも朝、昼、晩でいけダイゾーしてね、本当にあの大変だったらいつでも言ってくださいね大変だったら困ってるのバレちゃいました今ので。ヤマケンさん、困ったらたかしに言うんですよこれ飲み物も、はい、ご飯さん、はい、もう飲み放題。マジですか、これも飲み放題っていうじゃあ本当にこれ朝切って朝からここ食べて、いや、やめて昼ここ食べてほら、これ持ってきてなさってありがとう、おいしいしこれ飲み放題なんで、紅茶ものこれヤバケン持って帰ってもらってご飯も、あ、もし足りなかったらプラスでもらえるすごいですね本当にラオバンの方大丈夫なんですかね大丈夫なんですかねオーナーさんの優しさですよ、本当に。もうファンスメン、カンダハイシーファンマ、如果你喜欢的话，请记得订阅国新威视 YouTube 频道，并开启小铃铛哦。